まだゲームってなんか彼女とかファミさんとかあんまやんない時代だったけど、ああいう音楽ゲームだけちょっとやったとか、なんかまたすげえ、ファミさんもやりそう。これはこの大画面でミュージックアプリとか、うん、なんか熱すぎですよね。完璧すぎ。でもなんか写真もいいんすよ、音がいい、音がいい。これね、マックスにして持ちながらやると、まあ車のゲームとかもそうですけど、振動が来る感じするんですよ。はいはい。てか、本当に綺麗。綺麗すぎますよ。なんだろう、こんなに綺麗でスムーズな動いてる物体って初めて見る。写真とかを見て拡大したりとかしてすごい綺麗ですよ、うん、で向こうで写真したら綺麗ですもんね。サファリとか繋いでて、ね、サファリとか思いっきり拡大しても文章がすごい綺麗になる。いや、これなんかね、みんな同じこと言ってるからあんまり言うとあれだけど、見たらやばいっていうの、見たら終わりでしょ。すごい。あ、アングリーバード超やりたい。アングリーバード難しくなった。なんでですか？カンナニブル。なんかカンナニブル。ちょっと画面の外を狙って撃つ感覚が。もうね、こんなはずじゃない。うわ、HD 半端ねえ。リアル練習の方がいいよ、ね、アイブラストの向きか。もうね、なんかもうね、すでにこの中に見るのが怖いとも何もかも。やばくないですか。すいません、手震えてきたよ。いや、全然震えてない。余裕しゃくしゃくです。感動です。すげえ綺麗。軽いと思ってる。なんかね、ずっとファミコンをやってて、初めて PC エンジンを見た時ぐらいショック。わけわかんない。アイブラスト向き。僕そういうので言うと、爆発させるボタンないじゃん。セガの出したゲームギア。ゲームギアはすごいと思った最初に。ゲームギア。スーパーファミコンとかやっててゲームギアになった時に、カラーで携帯できるっていう。でも本当色彩が全然 iPhone より豊かな感じですよ。てかなんでこんな綺麗に描画されてるんですかね。うん、なんか同じテクスチャーとか同じ画像とは全く思えないですよね。思えない。あ、そういうのなんか 3GS と 3G でも結構なんか画質っていうか発色違うじゃないですか。さらに良くなっちゃって。すげえっすね。ナゴさん完全にテストしますね。